フィギュアスケート団体は全ての種目が終わり、日本は合計63ポイントで銅メダルを獲得しました。団体では初めてのメダル獲得です。団体決勝の最後の種目、女子シングルのフリーで日本の坂本花織選手は 148.66 をマークして5人中2位でした。1位はロシアオリンピック委員会のカミラ・ワリエワ選手で、4回転ジャンプとトリプルアクセルを成功させて 178.92 でした。2014年のソチオリンピックから始まったフィギュアスケートの団体で初のメダルを獲得した日本。この快挙達成の要因には、世界と力の差があったペアの躍進と冷静なチーム戦略が挙げられます。過去の2大会、日本はいずれもペアで予選のショートプログラムは8位、決勝のフリーは最下位の5位と上位チームと差をつけられていました。今大会でその差を埋めたのが20歳の三浦璃来選手と29歳の木原龍一選手、りくりゅうペアと呼ばれる2人です。2019年にペアを結成してまだ3シーズン目ですが、今シーズンのグランプリシリーズで日本選手同士のペアとして初めて表彰台に上がるなど成長著しい2人は、ショートプログラムで4位、フリーで2位に入り、チームの躍進に大きく貢献しました。2人の今シーズンのテーマは、過去の自分たちを超えるで、その言葉の通りに自己ベストを更新し続けていて、個人戦での上位進出にも期待が高まっています。もう一つ、メダルを手繰り寄せたのがチームとしての冷静な戦略です。6日に行われた女子シングルのショートプログラムには、オリンピック初出場の樋口新葉選手を起用しました。樋口選手の武器は大技のトリプルアクセルで、今シーズンは去年11月に出場した国際大会でトリプルアクセルを入れたショートプログラムで、今シーズンの世界3位となる高得点をマークしていました。しかし、今回の団体では失敗のリスクがあるトリプルアクセルを回避して ROC のカミラ・ワリエワ選手に次ぐ2位に入りました。今シーズン、世界最高得点をマークしているワリエワ選手を意識して、大技に挑むことよりも堅実な演技で上位に入ることを優先したのです。日本スケート連盟の竹内洋介フィギュア強化部長は、団体は個人のスコアではなく、その順位によるポイントで競う。樋口選手は冷静な判断と素晴らしい演技でバトンをつないでくれた、と評価していました。ペアの躍進とチームとしての冷静な戦略がこの種目で日本初となるメダルを手繰り寄せました。ご視聴ありがとうございました。今後も当チャンネルでは、金オリンピックの速報をお届けします。チャンネル登録・高評価をぜひお願いいたします。